セッツ・シゲカズは、日本の小説家、ゴルフ評論家、ゴルフ史や、雑誌、新青年などで、ユーモア小説家として活躍した後、ゴルフ史家として、多くのゴルフ関連の書籍を多く表し、ゴルフ関連の施設やゴルフ場の建設にも貢献した。本名は、近藤を追で、セッツ・シゲカズはフランス語で、これが私を意味する、セモアをもじった筆名である。息子は、 三井物産ニューヨーク本店元社長の近藤久夫、東京府出身。中学時代には、鈴木田だ球金や長い花風の作品を熟読しており、特に球金の風刺的な作品に強い影響を受けた。慶応義塾大学法学部に進学したが、当初は門下を死亡したにもかかわらず、父から猛反対されたため、政治家へ進んだ。25歳の時、父に連れられて、 ヨーロッパを旅行し、パリやロンドンを回った。慶応を1924年に卒業後、貿易などの実業の傍らで、友人の発行していたゴルフ雑誌に随筆を書いていた。この分業は、節水枠、素人のすさび程度のものだったが、これが、ゴルフ仲間である雑誌、新青年編集長の水谷一氏の目に留まり、水谷の勧めで、1939年3月号に、 新青年に、信子とじの太っ腹を掲載し、40歳にして、作家としてデビューした。その後も、ユーモア小説作家として活躍した。水谷は、当時の日本文学にはユーモアが欠けていると考えて、1933年に、ユーモア探偵小説を提唱したことをはじめ、P.G. ウッドハウスや、ジョンストン・マッカレーを取り上げるなどして、ユーモア小説に、かなりの関心を抱いていたが、 日本にかける人物がおらず、摂津に白羽の矢を建てたという。また、摂津自身は当初からユーモア小説を志したわけではないが、どんな小説にも多少のユーモアと風刺を必要と考えており、そうした考えが自然に自分をユーモア小説へ進ませたとみている。百四十一年に陸軍報道部職宅として山岡総八、久尾十蘭、 船田広志らと共に、中止前線に、従軍、1943年には海軍報道員として、10ヶ月間マニラに滞在した。翌1944年、自身にとって初の新聞小説、道は近しを、毎日新聞に連載した。1954年から公文社の雑誌、おもしろクラブに連載した、小説、台風息子は、小石英一の監督、 エバラ慎二郎らの主演により、1958年に映画化もされた。小説家として14年間の作家生活の後、ゴルフ史家として、ゴルフの著作や役所を多く表し、ゴルフ用語の由来、ゴルフにまつわる名言や格言、ゴルファーとしての心構えなどを説いた。ゴルフ歴は40歳頃からであり、関東各地をはじめ、遠くは九州まで各地のゴルフ場を回っていた。 アメリカのゴルフ収集家協会に日本人として初めて会員となり、日本では日本ゴルフ協会の資料委員長を務めた。1979年には同協会資料委員長として、兵庫県のゴルフ博物館である矢がゴルフミュージアムの会館にも尽力し、ミュージアムウーニエ副委員長も務めた。千葉県のゴルフ場であるカレドニアンゴルフクラブの建設にあたっては、 カレドニアンの会長である、早川春吉と信仰があったことから、建設に対して強い影響を与えた。1988年に、食欲の減退から入院。同1988年8月、遺願のため、東京都文京区の順天堂、大学医学部付属順天堂委員で、89歳で死去した。小説家としての活動について、フリーの編集者である、 滝口博士は、戦争という緊張下において現れた作家として名を挙げており、雑誌、新青年1939年9月に掲載した台風の彼方にをユーモア作家として編集部に分類されていた、摂津主和の筆が鮮やかにリアルタイムの緊迫感を帯びてくる作品、魔国家のドラマを、摂津主和は見事に描き出して見せた年、摂津を 新青年が生んだ最大の国際小説家と評価している。摂津自身は大学時代のヨーロッパ旅行の経験が自身の小説執筆の題材を提供することになったと語っていた。直木賞創設に携わった菊池博士は1942年の直木賞審査後に摂津が1941年に刊行した第二作品集三代目を読み、この作家は 大衆文学の芥川龍之介といっても重いほど物知りで歳出である。この人が今まで直木賞の候補に上がらなかったことは我々委員会の手落ちであるとさえ思ったと絶賛した。ゴルフ史家としては第一人者とされゴルフ書籍の収集家としても世界的に著名である。千葉のカレドニアンゴルフクラブ建設に尽力したことについて会長の早川春吉は セッツがいなければカレドニアンはなかったとして、カレドニアンの恩人と語っている。実業家の野間昭一は、ゴルフについてわからないことは何でも教わったことから、ゴルフ博士と呼んでいた。没後、告別式の行われた、同1988年8月29日は、月曜日であり、ゴルフ評論家である、金田武明は、ゴルファーが最も気にしない月曜日が葬儀だったのも、 ゴルフ人らしいと語った。ほか、多数、ほか、多数、ありがとうございます。